日本の機内食を撮影した写真が海外で話題です。皆様こんにちは、ナビゲーターのリリです。今回は海外で話題となっている日本の機内食を写した1枚の写真をご紹介したいと思います。世界の中でも日本人は食への関心が高いと言われていますが、美味しいものを食べたいという食へのこだわりはどうやら日本の飛行機の中で提供される機内食にも反映されているようです。これからご紹介する写真とは、日本の航空会社全日空 ANA がエコノミークラスで提供した機内食になりますが、一体どんなメニューなのでしょうか。これが ANA のエコノミークラスで提供された機内食です。手前のメインはゴロゴロ野菜のカツカレーでしょうか。その奥には左からレモンを添えたサーモンやポテトサラダがあり、そして枝豆ときんぴらごぼう、だし巻き卵が乗った小鉢にそばまでついています。さらに機内食のお供として日本のビールキリンも輝いていますね。機内食とは思えない充実度で、実際にとても美味しそうです。この撮影者が食事の前にちょっとワクワクしながら写真を撮っている様子が目に浮かぶようですね。旅の楽しみの一つともいえる機内食について、 ANA はどんなこだわりを持っているのでしょうか。 ANA の機内食を担当しているANA ケータリングサービスの公式ホームページによると、 ANA の機内食は素材を生かし五感で楽しめる機内食を目指し、世界のエアラインでも屈指のレベルを誇るシェフ陣によって作り上げられているのだそうです。また世界で初めて懐石料理を機内食に取り入れたのは ANA だったとか。さてエコノミークラスは機内で最も一般的なクラスになりますが、国際線ではその上にプレミアムエコノミークラスとビジネスクラスがあり、最も高いのがファーストクラスとなっています。私としてはこのエコノミークラスの機内食ですでに満足なのですが、最上級のファーストクラスではどんな機内食が出されているのか気になるところですね。ネットで見つけた機内食ブログ、機内食クラブにて、昨年2019年の成田ニューヨーク便にて提供された機内食が紹介されていたので、一緒に見てみましょう。これが ANA のファーストクラスで提供されている機内食です。ここはどこかの高級レストランでしょうか。キャビアにステーキ、ウニにイクラ、チーズの盛り合わせなど手の込んだ豪華な食事がコース料理として提供されているようです。これほどの料理があの限られた機内で提供されているなんて、まさに世界屈指とも言われる ANA のシェフ陣の凄さに驚きです。もちろん日本を代表するもう一つの航空会社、日本航空 JAL も負けていません。同じブログに昨年 JAL の国際線で提供されたファーストクラスの機内食が紹介されていましたので見てみましょう。これがその写真です。これは和食のコースのようですが、こちらも料亭さながらの豪華さです。右上の先付けではフグやあん肝など一品一品がとても凝っており、ここでもキャビアが乗っていますね。また左下から2つ目の写真は煮付けになりますが、なんとあの高級魚ノドグロの煮付けだそうです。撮影者が写真とともにアップしてくれているメニューをよくよく見ると、この和食のコースメニューは東京神楽坂石川の店主石川秀樹さんと琥珀の店主の小泉浩二さんによる献立だそうです。神楽坂の高級料亭に監修を依頼するとは JAL もなかなかやりますね。 JAL の公式ホームページを拝見したところ、 JAL は
機内での食事をもっと楽しんでいただけるよう、空の上の特別なレストランをコンセプトとし、エコノミークラスからファーストクラスまで各界の著名なシェフたちとコラボレーションをしながら一緒に作り上げているようです。 ANA の機内食は自社の優秀なシェフたちによって作られており、一方の JAL は外部の著名なシェフたちと共に作り上げているということなんですね。また JAL は昨年エコノミークラス限定の機内食としてモスバーガーや吉野家、くまモンとコラボレーションしたエアシリーズを展開しました。このシリーズは機内で親しみのあるあの日本の味を楽しめるとあって、大人から子供まで、また外国の方々からも大変人気を呼んだそうです。その成果もあり、 JAL の機内食は2019年の世界エコノミークラスの機内食ベスト3位に選ばれました。ちなみに JAL はその年のベストエコノミークラスとして総合優勝まで果たしています。それでは日本のエコノミークラスの機内食について海外からはどのような反応が上がっているのでしょうか。引き続きご覧ください。それでは海外の反応をご紹介いたします。 ANA は本当に素晴らしいサービスを提供しているよね。これまで他の航空会社にも乗ってきたけど、ダントツ1位さ。航空券の値段が少し高いのは、それだけ価値があるってこと。シンガポール航空が最も良いって聞くけど、僕は ANA の方が好きだな。まるで日本の映画みたい。こんなエコノミークラスの機内食、本当に存在するの？これはかなり豪華だね。残念ながら、日本の飛行機にはまだ乗ったことがないけど、僕の機内食ナンバーワンはターキッシュエアラインズかな。この枝豆、とても美味しそう。幸運にも一度 ANA でアップグレードされてビジネスクラスに乗ったけど、まるで自分が王様か貴族になったような気がしたよ。食事は最高に美味しかった。いやいや、国際線のエコノミークラスの食事ってどこもこんなもんじゃない？アメリカでは学校に通う子供たちですらこんな美味しそうなお昼ご飯食べてないよ。僕にとって ANA は愛すべき航空会社。アジアを訪れるときはいつも ANA を利用しているけど、マジでおすすめ。日本の食事にしてはちょっと量が多い気もするけど、まるでアメリカ人用みたい。この写真はまるで日本の給食みたいだね。日本の食文化はマジ最高だよ。今日俺が食べたランチよりも断然良さそう。パキスタン航空のエコノミークラスでもなかなかの機内食を出してくれるよ。僕は ANA が一番好き。特に中央のコーナーにはお菓子が置いてあって、自由にとっていいところが最高だね。近年、アメリカのエコノミークラスではピーナッツさえ出てこないよ。 ANA はまるで王族かのようにお客をもてなしてくれるよね。ドリンクのみの提供になる瓶でさえ常に温かいスープが用意されているんだから。この写真の写りがどこか80年代風だけど、機内食の素晴らしさはちゃんと伝わってる。ヨーロッパの航空会社と比べるとなんか泣ける。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。機内食をはじめ日本の航空会社の手厚いサービスは世界でも屈指のレベルを誇っているようですね。海外の方の中にも日本の航空会社のファンがたくさんいることにとても嬉しく思いました。でもこうして機内食を見ていると久々に海外旅行に行きたいななんて思ってしまいますね。それでは今日はこれでお別れです。次回もお付き合いくださいね。リリでした。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。